サンキュー。どうもパンサー尾形です。この番組はですね、パチンコや パチスロでですね、いろんなミッションに挑戦して、でそれをどうクリアできるかと、そういう番組でございます、ね、今日はキコーナ伊勢崎店さんにお伺いしてます。変定後のですね。なんで今日は何をするんでしょうか、ジャッジマン。本日はですね、巷で人気のあの機種 P 大工の源さん超井戸店を売ってもらいます。うわー嬉しい、大好きですよ。いやいやいや、めっちゃ面白い。大好き。まだ確変入ったことなくて僕。あ、そうなんですか。そうなんですよ、2回当たってるんですけど。当たってはいる。そうですけど単発だけしか引けてないと。そうなんですよ。あ、じゃあ今日はね、なんとか。それで何をするんですか。はい、今日はですね、なんと大工の源さん超井戸店で、はい、大当たり39回目指しましょう。あ、でも目指せんじゃないですか。いけるいける、大工の源さんだったらいけますよ。源さんだったらいけますよね。入ったら本当に早い台なので。そうだ、でも、まあ、今日はね、制限時間90分。319ですよね。そうです。そうだ、初当たりだね、勝負は、はい、初当たり勝負ということになりますけれども、はい、今日もね、やっぱ尾形さんね、前回ね、行かなかったということでね、はい、今日もあの助っ人の方ですね。欲しいですよ、助っ人は。もちろん一人じゃね、欲しいですよね。多い方がいいから。はい、ということで、はい、今日も、キコーナの店長マネージャー陣に集まってもらってます。どうぞ。わー嬉しい。あ、なんかすげー。ちょ待てよ。え、どれなんですか、なんですか。助っ人じゃないし。助っ人じゃない。どういうことですかそれ。 いきなりね、やっぱ初対面でいきなり仲間っていうのはちょっとね。なんでそんな冷たいこと言うの。ずうずうしいでしょ。ずうずうしくないでしょ。え、どういうことですか。え、何、とりあえず仲間でやるんでしょ。39回目指して。いやいやいや、なるほどなるほど。じゃあ対決して、対決、じゃあ今日は対決番組にして、はい、なんで勝ったら尾形さんの今度仲間に入ってやるよっていう感じですかね。え、対決なんですか今日。対決、じゃあもう今日は対決番組にしましょう。はい、パンサー尾形、なんでそんな、なんでプレプレなの。おーい。いやいや、マジかよ。これだってこっち3人いるじゃないですか。そう、3対1。3対1。3対1。はいはい、あんたらみたいな店長にね、吉本興業のこのパンサー尾形負けるわけねえんだよ。やってやるよ。おーい、すごい、すごい。尾形さん勝ったらね、尾形さんもう商品用意してますから。お、本当ですか。対決に勝ったらさすが、そこはすごいですね。そこはやっぱ大人だわ。ね、だってね、他の店長なんて何にも用意してないんだから、ね。さすがです、キコーナさん、伊勢崎は。でもね、うん、勝てませんから、我々。いやいや、来ますよ。やってやりますよ、じゃあ。お、ということで、やる気も入ったところで、はい、早速、じゃあ対決の方に移っていきたいと。おっしゃー、勝負だ。はい、本日も行きましょうか。おっしゃ、はい。はい。よじゃあ早速やりましょうよ。もう負けないっすからね、俺。ガチガチ勝負じゃん。ガチやったるぞ。まあ3対1の戦いですからね、はい、今日は頑張っていただきます。おかしいけどな、やっぱ考えたら。1-1 だったらまだ分かるけど。まあもう決まりましたから、今日はね、おかしいけどな。3対1で対決、はい、用意スタート。おっしゃー、いったるぞーい。おっしゃー、行こう行こう行こう。はい、ということで、まずはですね、台のスペック紹介をしたいと思います。P 大工の源さん超井戸店でございます。大当たり確率318分の1、確変突入率は 60.2% の台となっております。まあ、確変に入ったら、約 93% の継続率を持つ、結構継続率の高い機種ですから、なんとか皆さん確変に入れてですね、この台の魅力を堪能していただければと。はい、これ確変誰かは入れないって、これテレビだから一応。そうですね、見せ場っつのあるから。そうですね、でもお願いしますよ。制限時間は今日も90分でございますので。90分あれば十分ですよ。1分で当たらないっていう可能性もありますからね。もう行こう行こう、これ、はい、頑張って当てていただければと思います。はい、楽しみっすわ。はい、高橋マネージャーも結構イダテン好きなんじゃないですか。大好き、大好き、はい、よく売ってますよ。はい、あ、じゃあ他のお店に打ち行くんすか。あ、そうです。あ、はい、そうなんだ。はい、そっか、自分の店では打てないもんな。そうなんですよ。ちなみに過去最高はどれぐらい連チャンしたことあるんですか。え、源さん、はい、いや、まだ自慢できるほどじゃないですよ。自慢できるほどじゃない。1万3000、4000ぐらいですか。あ、一発ぐらい。でも、まあ、でもすごいですね。はい、一撃っすよね。一撃です。尾形さん、今日勝利を収めればもう3冠に収めることができますからね。え、3冠に収めることができますよ。そうね、仲間になりま
ありますから我々仲間というかもう射程みたいな僕のはもうそりゃそうですよ。まあまあそうですね、それは最近やってんだから、うん、しゃあないですね、それは、うん、そうよ。ちなみに今日はですね、伊勢崎店の店長の県鈴木店長、はい、そして、茅ヶ崎店の店長の楽居店長、はい、そしてそのエリアを統括する高橋マネージャーの3人で、今日はチームを組んでおりますからね。はい、皆さんってこう仲いいんですか、そういうなんか店長同士って。そうですね、仲悪いですよね。悪いんかい。飲み行ったりとかするんですか。しますよ。あ、するんだ。皆さん結婚は。あ、みんなしてますね。あ、みんなしてんだ、はい、ちゃんとした人だ、じゃあ。大和田さん、一番好きな機種は何なんですか。まあ、僕は今までのですか。今までの。今までのは俺でもやっぱり麻雀物語とか、あ、初代パワフルとか、あとマジカルランプっていう台めっちゃ好きだったんですよ。ね、リーチ連チャンに来ると熱いやつね。マジカルランプ面白かったな。あと、はい、おじさん。ラッキョ店長、ちょっとチャンス。ラッキョさんね、引き悪いんで。本当ですか。めちゃめちゃ悪いですよ。同じチームなんですから。ちょっと当たんねえなこれ。いやいや、今日は見せますよ。解雇しいい。ちょっと、全部。さあ、ラッキョ店長、後半発展。ありますよ、ありますよ、ありますよ。ちょっと待って。いや、ゲンさんはね、意外とね、弱いリーチでも当たったりするんですよ、ね。確かに、確かに。それ聞いたことある。はい、ない、ないでしょ。まあ、当たんないですね、これは。やめて。いやもう解雇しようかな。早くないですか。まだ10分くらいしか経ってないですね。言い忘れてましたけど、皆さん、今日もサンキューチャレンジ失敗したら、はい、お仕置きありますので、ちょっと待ってよ。まあまあこれは毎回恒例になっておりますので、皆さん39回達成できるようにですね、頑張っていただければと思います。おお、あ、弱いな、まだ。うわー、弱い。何一番好きでした。ダイ、なんだろうな、一番好きなやつ。あのね、めちゃくちゃマイナーなんですけど、いいすよ、ジャングルハウスって知ってますか。ジャングルハウス、ドットの、はい、マルホンさんで、はい、猿がピューって降りてくるんですよ。それで猿がピッ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 って蹴るんですけどね。いや、俺知らないわ。いや、セブンキー。ラッキョ店長なんかありますか。ラッキョ店長、いや、私はでもマジカルランプとかもう本当大好きで。マジカルランプは。いや、あとあの初代のフィーバークイーンとか。あ、クイーンね。はい、あそこら辺大好きですね。一回止まってぐるっと回ってきたり、はい、面白いよな。ケン鈴木店長は何かありますか、好きな機種。基本で晴れ物、昔はよく言ってましたね。晴れ物ね。おりゅうさんとか、たまさんとかね。おりゅうさんね。あの辺、もうたまんなかったですね、あの辺。あ、懐かしいな、おりゅうさん。あ、ちょっとラック店長、これはいいんじゃないですか。すいません、ハンドルを左に戻してくれ。はい、これいいんじゃないですか、これ。これはちょっと、あれ、あの皆さんあんま店はないみたいですけど、全然僕だけですよ。ギジニ。当たんなきゃ意味ないか。ギジニだ。まあまあまあね。当たんなきゃ意味はない。ちょっと寒いやつ。はい。ギジニ。これね、目が燃えてたりしたらいいんですけど。あ、ダメだ。燃えてない。あ、ダメ、ダメそうです。後半は行かない。行かない。大変失礼しました。お願いリーチとかの可能性も。熱いやつで呼んでください。大変失礼しました。熱くなったよね。お願いチャンス。行け。あ、まあ、前回ね、尾形さん39回当てれなかったので。いや、当てるわけないでしょ。
あの罰ゲームで、ね、前回 何回だったんですか。12回全然足りない。そう、12回でも相当頑張った、まあ、頑張りましたね。俺当てて、でまたあれでしょう、頼りない仲間がいたでしょう。そうなんですよ、ドラフト奴らがちょっとね、はい、あいつらコーナーでも弱いやつなんだ。あ、そうなん、そんなに言ってたんですか。強いやつらを喧嘩があるよ、それ本当に。そう、逆になんか今日は対決ですから。今日一軍ですもんね。今日は一軍が来ましたよ、はい、この間はもう三軍ですから。3軍、はい、お、炎、それはその上がちょっと熱いですけどね。なるほど。あ、ブルッタ、ブルッタ、もしかしたら、おう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 、もう一丁、もう一丁ギジって、お願い。あと一回、あ、もう一個落ちればいいんですけどね。うん、ダメか。おお、ちょっと赤い。あ、これはギジさんですね。ギジさん、あ、来た。ギジさん行きましたね。ブルってほしいな。あ、ブルってブルってましたね。もう一個、もう一個行こう。ビジさん、あ、おお、これちょっと期待できますね。チャンス、チャンスですよ。あ、めっちゃ怒ってるな、これ。熱いでしょ、これ。熱そう。おさま、一図から、はい、一図柄は発展すればバトル後半以上濃厚、はい、じゃあバトル後半ですね。はい、まあまあ、ここはね、あ、ちょっと弱いかな。お、あ、極限演武、いいんじゃないでしょうか。これはちょっと期待できますね、はい、やめて。さあ、本日1回目の初当たりなるか。さあ、ここも赤でチャンスアップかな。さあ、はい、さあ、チームキコーナー大当たりなるか。うん、うわー、ちょっと待って。まあ、キコーナーの親分ですからね。そうですね、親分すげえな。 まだわかんないだね。でもまだわかんないです。うわうわ、これ激アツじゃん。熱いですよ、これは。あー、行きました。もうハンドル右に回してますからね。さあ、文字は赤文字。いや、赤熱いっしょ。うわー、あー、フルコースじゃん、これ。一応、極限演武到達時信頼度 62%。 うわー、はい、半分以上当たる。はい、じゃあ赤だしね。文字も赤ですか。文字も赤です、うんうん、これはどうなんだろう。いいやな、やめて。ない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 、外れよ、これは。ないよ、やめて。来ましたー、大谷、おめでとうございます。うわー、サンキュー。サンキューだよ、これ。いや、でもこっからだから、これ入んなかったらね。まあね、こっからまだ確変かまだ分かんないですね。確変達人だろ。でも、今の流れから言うと私は確変のようだけど。さあ、あと2回、あと2回ある。あー、なんか微妙。さあ、どうでしょう。あ、うわ、カットイン出ました。今のカットイン出た。やめて。おー、学園突入しました。サンキュー。引き強いわ。素晴らしい、もらいましたね。やばいじゃん、もうもうね、はい、決着つきますよ。うわ。さあ、ここから格闘に入っていくわけですが、はい、リターン3回転プラスザンホリー1回転の4回転の間に2分の1の当たりを引ければ2分の1を4回ですね。4回遅れますね。そう、4回チャンスがあります。2分の1を全然スルーあるから。そうだ、4回転で以内に当てる。ほらほらほら、ええ、あれ、ほら、あれ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 、やっちゃったやつですか、これ。これやったぞ。あれ嘘、これ
これやっちゃったやつですか。やった、危ない、これやったろ、やばいやばいやばいやったよ、やばい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 、さあここを仕留めて追いかけたい。たこれ 60% ぐらいあるでしょ、やめて、嘘、あ